予報センターより台風24号についての情報をお伝えいたします。まずひまわり8号の衛星画像から見ていきたいと思います。ひまわり8号の衛星画像を見ていきますと、南西諸島、沖縄本島の南西海上に目がかなり大きくなっていますけれども、台風24号の渦を巻いている雲があります。台風チャンネルで最新の情報を見ていきたいと思います。4時現在の情報ですけれども、1時間の推定値、5時の推定値となります。宮古島の東約150キロで、大型で非常に強い勢力となっています。中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルと、北にゆっくりとした速度、15キロというゆっくりとした速度で北上しています。今日の、夜にはですね、奄美の周辺に達しまして、非常に強い勢力、中心気圧が935ヘクトパスカルまで、やや発達をして北上する見込みです。そして明日以降、この非常に強い勢力のまま、西日本に、上陸ないしは接近する見込みとなっています。この進路を見ますと、本州通過する頃にはかなり間が空いていますけれども、これはスピードを上げるということを表しています。1日ですと北東に55キロというかなり速いスピードで進む見込みですので、この危険半円に入るところではかなり風が強くなる恐れがあります。この進路によっては、強い風のエリアが変わってきますので、今後の最新情報に十分注意していただけたらと思います。以上、予報センターより台風24号についての情報をお伝えいたしました。